一時代はサウンドホライズンレボさん。これはあのスバルホールでね、プラネタリウムで行った公開放送の公開収録の、リビジテッドトークね、再編集版です。この3組のアーティストに関してはあのスペシャルプレゼントとしてレッドニックスのステッカーサイン入り、こちらを差し上げたいと思います。グランドデオはお一人の方、サウンドホライズンとバンプスは2名の方にそれぞれ、プレゼントしたいと思うんですけれども、これね、あの応募の受付はそれぞれのアーティストが出演している間のみにしたいと思います。FM802 レッドニックス、今週はスペシャルウィークリビジテッドバージョン、一度放送したゲストトーク、カットされた部分を含めた再編集版でお送りしています。この後 CM を挟んではサウンドホライズンレボさんのトークをお送りしますけれどもね、そのレボさんのサイン入りレッドニックスステッカーも2名の方にプレゼント、応募の受付スタートです。たくさんのご応募お待ちしています。浅井博明がお送りしているレッドニックス、さあ今日はスタジオを飛び出しての公開収録、サウンドホライズンのバニシングスターライト完成披露イベントにお邪魔しています。ファンの皆さん、こんばんは。さあそれでは皆さん、お待たせしました、お迎えしましょう。ゲストはもちろんこの方、サウンドホライズンのレボさんです。よろしくお願いします。自己紹介です。お久しぶりでございます、サウンドホライズンのレボです。イエイ。いやいや、ちょっとじゃあ座っていただいて、あの今までに、こんなところで変わったところでライブしたとかそういう経験はあるんですか？多分ない。普通のライブをやるようなホールであるとか、うん、ライブハウスであるとか、そういうところでしかやってないんじゃないですかね。屋外はあるんですか？屋外もないですかね。基本的にはやってみたいと思いませんか？あ、一瞬でも楽しそうだなと思いますけどね。一瞬短いですね。はい、あの何でしょう、楽しそうだなと思う気持ちと、大変だぞこれはとか、雨降ったらどうするんだとか、まあ、そういうことですよね、はい、いろいろこうせめぎ合ってます。この楽しもうとしているレボと、いやいやでも大変なんだよっていうレボピーが、こうプロデューサー的レボがまたレボピーが、はい、止めようとしたりしてて、はい、まあまあ今まではじゃあそのコンサートホール的なところが多かったですか？そうですね。今までやった中で一番こう音が良くて満足したのはどこですか？ああ、どこがいいんでしょう。でもやっぱり多目的にどんどんなっていくと、音も拡散していくし、ひどいし、いろいろあるので、やっぱゼップとかああいうところはお客さんも聞きやすくて、多分僕たちもやりやすいのかなという気はしますけどね。大きさ的にあれぐらいのライブハウスのちょっとでっかい版ぐらいが一番聞こえがいいですか？ような気はなんとなくするんですけどね。なるほど、はい、あのサウンドホライズンがですね、いよいよアニバーサリーマキシシングル「ワニシング・スターライト」をリリースするということになっております。メジャーデビュー10周年記念の第2弾作品ですけれども、今回はどんなシングルに仕上がりましたか？そうですね、激アツ&激アツ、まあ、バンドサウンドですね、完全というように言ってるんですが、あのレッドニックスさんへのコメントで初めて激アツって、はい言ったような気がするんですけど、ぜひこれからもいっぱい言ってほしいですけどね、はい、今回激アツで、激アツ推しですね、推していこうかと、はい、はい、まあまあそれぐらい熱くロックサウンド、そうですね、はい、で推しているわけですけれども、今回は初めて現代日本が舞台なんですよ、はい、のまあ一応物語を、そうですね、はい、になってるんですけれども、パラレルワールドに存在する新生バンドのバニシングスターライトのメジャーデビューを描いた作品とというね、初めてこのラジオをお聞きの皆さんは、はいと何を言っているんだと、まあ、僕これ読んだ時にはいと思いましたからね、はい、あのまあ詳しく説明するとちょっと孤輪性的な空気感になってくるのであの実際はそのバニシングスターライトっていうバンドがいまして、そのバニシングスターライトの活躍を描いたというか、ようなマキシになってるんですけども、とりあえず今日は僕が全部作ったという体で話させてください。はい、わかります。本当はそのバンドの人が作った曲とかあったりするんですが、はいはい、多分初めて聞く人は混乱するんで、はいはい、お約束として、もうすでに混乱してますからね、はい、普通にデブが全部作ったと、はいはい、そういう世界観を作ったと、はい、で今回レコーディングにはですね、アキトさん、イクオさん、ジュンジさん、レダさん、ノエルさん、ユキさんというメンバーが参加されているんですけれども、はい、はい、レコーディングはいかがでしたか？いやー、なかなか楽しかったですね。あの普段と比べればその人数とかは少なめですよね？完全に少ないですね。
普段もう何十何人っていう世界ですもんね。そうですね。で今回はそのまあバンドの携帯なので、はいはい、レコーディングは割とスムーズにいったんですか。そう、ものすごくスムーズでしたね。あ、本当ですか。毎回これだったら楽でいいのにね。あ、本当に、はい、まあ、プレイヤーの方と僕割と知り合いだったりするんですけど、はい、みんな口を揃えて大変だったって言ってましたけどね他の現場と比べるとサウンドフライズだいぶ大変だったっていう。そうですね、その一人一人やるそのバンドメンバーは大変だと思うんですが僕の立場からするとレコーディングがすぐ終わってしまうので。あ、本当に。まあ、その日何時間はやったりはするんですが、その何時間、一人何時間っていう人が何十人いるわけですよ、いつもはね。はい、はいはいはい。そうするとこっちもぐったりするじゃないですか。はい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 。まあでも今回はちょっとじゃあもうご自身もバンドを楽しんでるような感覚でレコーディングできましたかね。そうですね、本当に、まあ、全く同じではないかもしれませんが、比較的今までうちがやってきたよりもロックバンドのレコーディングスタイルというか、割とそういうものは取り入れてやりましたんで、その場のノリを大事にするというか、あまり緻密にこう構築してそれでこれ通りやってくださいでもないというか、割とアバウトの部分が多いみたいな、そこ埋めてっていう、うん、作っているうちにもっとこうここにこういう荘厳な何かを入れたいみたいなことは起こらないんですか。いつもの癖でつい組曲にしちゃうみたいな。そうですね、実は一瞬怒ったりはするんですが一瞬やっぱり。でもそれは今回ロックバンドのサウンドっていうのにこだわったので、入れてません。入れたいなと思ってもあえて入れない。はいはいはい。だから逆に代わりにもう少しここギターこういう風にちょっと盛り上げてほしいとか、ちょっと広がり方が足りないからもう一本入れようとか、維持でも他の楽器は入れなかったです。ギター、ベース、ドラムに関してはプレイヤーの皆さんにフレーズを考えてもらってっていう任せる部分もあったんですか。そうですね、まあ、最初にその僕がデモテープというかそういういろんなものが分かりやすいものを作っていて、それをベースにどう膨らませていくかということを割といつもやってるんですけども、うんうんうん、さらにいつもよりもっと膨らましたかもしれないですね、現場で。ああ、じゃあますますバンドっぽいですよね。はい、はい、なんか他に入ってくる楽器がないので、うんうんうん、遠慮する必要がないというか、他の楽器が入ってくるとそのどうしてもコンビネーションを取らないといけない部分があるので窮屈になるんですが、今回も本当にバンドの中で成立していればいいので、現場でいろいろ本当に、なるほど、化学変化を楽しんだかなという。はい、そんなねバニシングスターライトという、まあ、バンドの、曲が出来上がったということになります。じゃあ曲紹介いただけますか。お願いします。はい、それではサウンドホライズのニューマキシングルバニシングスターライトから夜高の星聴いてください。
する悪意の風にさらされ顔で変わったら駆け上る死んでもいい生きてるなら燃えてやれ送りしたナンバーはサウンドホライズンの夜高の星でした。浅井博明がお送りしていますレトニクス、今日はスタジオを飛び出して富田林市にありますスバルホールのプラネタリウムからの公開収録、サウンドホライズンのレボさんをお迎えしております。イエイ、よろしくお願いします。はい、後半もいろんなお話を聞いていきたいなと思いますけれども、まずはですね、この番組ではゲストの方に事前にアンケートにお答えいただいて、そこからいろいろと話を聞いていくんですけれども、レボさんにも答えていただきました。今回のアニバーサリーマキシワニシングスターライトの聞きどころはという質問もしてみたんですが、やはり激アツなバンドサウンドだと。でシンプルなロックバンドのサウンドをフィーチャーしたことによって、従来のサウンドホライズンの音楽性というか大編成のサウンドも、対比として生きてくると、はい、いうことなんですね。だと思うんですよ、うん、音楽っていろいろあるじゃないですか。その編成もあるし、音楽ジャンルみたいなこともあるし、そのどうしてもうちっていろいろその大きくなっていく側面があって、うん、物語的にも重厚にとか荘厳にとかそういうことをばかりやっていくと、それはそれで面白いんですけども、逆にマンネリになってしまう部分っていうのがあると思うんで、逆にシンプルなサウンドで聴かせる曲もあったり、シンプルなサウンドが映える世界観物語っていうのもあるんですよ。でそのバンドやりたかったっていうのもあるんですけど、なぜバンドなのかっていうところにもちゃんと物語はあるので、はいはいはい、複合的にいろいろ考えてもらえると楽しめるんじゃないかな、幅をという。なるほど、はい。まあ、この先ライブをやるときにもこの曲はちょっとこう組み入れやすいんじゃないですか。そうですね、本当にやりやすいでしょうね。ちょっと起爆剤にもなるし。そうなんですよ、長さもちょうどいいし、はい、オンエアしていただくのにもちょうど。そうなんです、はい、いいし大変助かるんですよ。いやいや、長い曲も大好きですけどね、もちろんね。はい、そしてですね、今回のこのバニシングスターライトの制作レコーディングで一番苦労したところはと聞いてみたところ、いつもといえばいつもなんですが、マキシ1枚に多種多様な楽器と音楽ジャンルが入っているので、そのバランスを取るのに非常に神経を使っていると。はい、今回はその音楽ジャンルみたいなところで言うとどういうことですか。皆さん本当に今わけわかんないと思うんですよ。ロックバンドじゃない、何言ってんのこいつっていうこのグラさんはって感じだと思うんですが、はい、参加メンバーなんかもねホームページの方等で紹介してると思うんですが、はい、子供の合唱団がいたりとか、はい、金管楽器、弦楽器、金管楽器、木管楽器、いろいろいたりとか、ね、なぜしてるのかというと、そういうのが入ってる楽曲も存在してるんですよ、はい、なのでそのロックバンドのサウンドもありつつ、そういうシンフォニックな部分もあるし、子供たちが何かこう楽しげに何かやってるシーンもあるかもしれないし、そういうなんでしょうね、一枚聴いていただけると新しいけれども懐かしいというか、へ、あ、これがサウンドホライズンのある種、まあ、全てではないですけど10年であり、そして未来のサウンドホライズンも少し感じられるというか。なるほど、いろんな面が見えてくるんじゃないですかね。一枚がそんなにシンプルにできてるわけじゃないよということですね。入り口はシンプルなんですけども、一応そこで終わらないというか、うん、もう少し物語、音楽というものを楽しんでもらえるような一面にはなっていると思います。素晴らしい、じっくりと聞いていただきたいと思います。はい、そしてですね、レボさんが最近インターネットで検索したワードは何ですかと聞いたんですけれども、この答えがね、日本エレキテル連合はい、今話題のお笑い芸人の方々です ね今さら何を言っているんだと皆さん大思いだと思うんですが、いや忙しかったんですよ本当に、はい、あまりテレビも見る時間もなくで、なんか盛り上がってるんですよね、周りのスタッフとかが。みんなダメよとかやってるんですか。最近なんか日本エレキテル連合っていうのが面白いとかって言ってて、はいはい、何それと、はいはいはい、でしばらく流してたんですけど、でもなんかやっぱ気になるぞと。自分だけ分かんないの悔しい、はい、時代の波に、はいはい、乗り遅れているかもしれないなと思いまして、はい、で調べてみたら、あ、これかと、この人たちなのかと、なんかイメージとは違いましたね。あ、そうですか。まあまあエレキテル連合っていう感じ のネタではないですね、あれね。はい、でもなんか分かったんですよ、
あ、確かにあのお写真拝見したんですけれども、あのこう血の抜いて包丁持ってるような、はいはいはい、確かにそれ見た瞬間あの電撃が走りました。あ、そうですか。エレキテルな感じ来ました、はい、ひょっとしてそれその感じのエレキテルなんですかね。いや違うと思うんですけどね。いやどうなんだろう。まあまあ割とじゃ あのお気に入りなわけですね。親近感はありますね。親近感があるんですか。あのサウンドホライズンにも顔の白い人、ああ白塗りっていう意味 で出てきたりするんですよ、はいはいはい、なのであの過剰に世界観を持ってる人たち、エレキテル連合さんとかゴージャスさんとか、はいはいはい、結構親近感持ちますね。あ、そうなんですか、はい、なんかいつかこう面白いコラボができたらね。そしてですね、今日お客さんがたくさん来てくれていますけれども、そんな中から一つだけ質問、テノさんからいただきました。聞こえてますかっていう質問が来てますけど、ね、それまた違う人ですけどね。号泣する人ですけど、聞こえてなかったらここまでのやつは何だったんでしょう。大丈夫ですね。台本でしょうか。全部見えてるし聞こえてると。そうですね、見えてるし聞こえてるし感じているかもしれないですね。大丈夫ですよ、はい。まあ、いろいろこういうこと聞かれたりするんですか。あ、いやいやいや、こう微妙にモノマネ挟むのやめていいですか、はい、拾いにくいモノマネ、はい、聞こえてますから、はい、安心してください。そしてですね、今日はなんとこのバニシングスターライトのカップリングナンバーであるマザーも特別にフルコーラスで皆さんに聞いていただくことができるようになりました。これはあの実はライブでは披露されてるんですね、過去にね。そうですね、はい、ライブでしかやっていなかった曲というの、2006年に初披露されたんですけれども、はいはいね、じっくりと楽しんでいただきたいと思います、というわけでその曲をこの後お送りしますけれどもね、そろそろお時間が来てしまいましたので、今日お集まりのファンの皆さんと今これラジオを聴いているリスナーの皆さんに最後にレボーさんからなんかメッセージをいただけますか。ですね、本当に先ほどからもお話はさせていただいたんですが、あの10周年という機会であの今までのサウンドホライズンに対する皆さんのイメージいろいろあると思うんですが、今回シンプルにあのかっこいいロックサウンドっていうのを追求した一枚でもあるので、入り口として非常に聞きやすいものっていうのを目指したので、もしあいいなと思った方がいらっしゃれば聞いていただきたいし、今までの10年歴史があるのでいろんな面白い楽曲あると思うので、これを機にあの聴いていただけたら非常に嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで、浅井博明のレッドニックス、この時間ゲストにお迎えしたのはサウンドホライズンのレボさんでした。ありがとうございました。よりもいく分白紙切るのでよ Just a moment
た狂いた柱時計が行くぞ金を流して奏んで数える意味もないとあなたは笑うだろう赤乾いた花は砂となり面影が風にさらわれるだけ See I miss you mother Dear mother I keep thinking you 書き消えたものを潤うしながら サウンドホライズンのマザーをお送りしました。いやすごい曲ですね。特に郁夫さんのベースがやっぱりね超早弾き、シングルのカップリングで入っている曲聴いていただきました。というわけで富田林のスバルホールでこの番組の公開収録を行った時の、レボさんの公開収録のトークを聴いていただいたんですがいかがでしたかね。まあ、主に前回放送した時にカットになった部分を中心に、お送りしたんですけれどもね、はい、たくさんのご応募いただいたレボさんのサイン入りのステッカー、当選した2名の方を発表したいと思います。浅井さんとレボさんの対談がとても好きですと書いてくれました。ありがとうございます。また出ていただきたいですね。ラジオネーム一輝さんと、もうすぐサンホラの10周年記念イベントドキドキしております。参加した後は赤レポ送ろうかなと考え中です。ぜひ送っていただきたいですね、はい。楽しみにお待ちしております。ラジオネーム青色さん、この一輝さんと青色さんにお送りしたいと思います。おめでとうございます。たくさんのご応募ありがとうございました。スペシャルウィーク中の FM802 から浅井博明がお送りしています。レトニクス、時刻は1時43分です。